ミツカンスクール、教えて赤野先生。ようこそミツカンスクールへ。こちらは校長の赤野博文先生です。よろしくお願いいたします。そしてオッス、スープだよ。オスのことなら何でも聞いてほしいっす。じゃあスッペ聞くけど、夏場のお弁当でご飯を酢飯にしたり、お酢を使ったおかずを入れることが多くなるのはどうして？そう、それは美味しいからに決まってるっす。スッペ、確かに美味しくなるからなんだけど、もう一つ理由があるんだよ。お酢には食べ物を傷みにくくする力があるんです。ということで4限目はお酢の力で防腐生菌です。梅雨時から夏は食べ物が傷みやすくなって心配ですよね。気をつけていてもちょっと油断すると変な匂いがしたり、カビが生えてしまったり。変な匂いやカビが生えたりするとすぐ気づきますが、匂いはしない、目に見えない、こんな状態が一番怖いですよね。食べ物はもちろん、キッチン用品に菌が増殖して食中毒になることもあるんですよ。怖いですね。怖いですね。でも先生、そこでお酢の出番ですね。はい、お酢には防腐生菌効果があり、菌の増殖を抑えてくれるんです。お酢の生菌効果は、食べ物にお酢を 1% 前後加えるだけで菌の増殖を抑えてくれます。1% 前後ですと酸味もほとんど感じることなく、お料理を美味しく仕上げ長持ちさせてくれます。だから食べ物が傷みやすい季節はご飯を酢飯にしたり、おかずにもお酢を少し入れるといいってわけっすね。そうだね。ハンバーグでひき肉をこねるときにお酢を少し加えて焼くだけで傷みにくくなります。ミツカンできんぴらごぼうを室温25度で保存するという実験をしたところ、お酢を加えていないきんぴらごぼうは48時間後に菌が増殖し始めましたが、お酢を 0.7% 加えたきんぴらごぼうは48時間を超えても菌の増殖を抑えていたという結果もあるんです。お酢の力ってすごいんですね。お酢はお料理を長持ちさせるだけでなく、美味しく仕上げるんです。いつものお料理にお酢を少し足していただくだけで、油っぽさが和らぎ、すっきりとした味わいに、甘みや旨味のキレが良くなり、もう一口もう一度食べたくなる味に大変身します。ミツカンでアンケートを取ったところ、お酢を 1% 入れたきんぴらごぼうは、お酢を入れていないきんぴらごぼうより塩味がシャープに感じられ、味の輪郭がはっきりする、油っぽさも低減されると、お酢入りの方が美味しいと評価されたっす。そうなんだね。長持ちできて美味しくなるなら実践するしかないよね。お酢の防腐生菌の力は食品以外にも活用できるっすよね。すって、さすがだね。はい、そうなんです。お酢は食べ物だけではなく、キッチン用品の防腐生菌にも役立ちます。それではまな板の生菌方法についてご紹介しましょう。まな板は洗剤でよく洗ったら水洗いし熱湯をかけるっす。次にまな板の上に乾いた布巾をかぶせ、酢水をひたひたにかけて室温で1時間以上置いといてね。その後水洗いしたら終了。スポンジは洗剤でよく洗った後、45度程度の酢水に浸し、酢水の中で軽く揉んで15分以上置いたら OK っす。口に入れても安心なお酢で生菌できるなんてすごい。4限目のまとめっす。お酢には防腐生菌効果がある。お料理には傷みにくく美味しくするためにもお酢を活用しよう。キッチン用品は安心なお酢で生菌しようです。ミツカンのホームページではお酢を使ったレシピや暮らしに役立つ情報、そしてお酢の歴史など豆知識もたくさんご紹介しています。ぜひご覧ください。次回も見てくださいね。待って。
ってます。ミツカンスクール、次回も見て。